はい、どうも、なぎです。どうも、変な親父です。というわけで、今回の動画は、フリーナのぶっちゃけ評価。こちらを全キャラ育成済みの親父さんと一緒に話していきたいと思います。はい、ついにね、1年待ちましたよ。新しい神様。フリーナ、実装でございます。ということで、今回は基本的には無凸前提で話をしていくんですが、まあ、一応、俺が無凸、親父さんが最初は無凸で使ってて、今は貫凸ということで、凸についても詳しく話していけると思うので、2つの視点でフリーナの強さについて、いろいろと話していきましょう。はい、まあ、ちょっと無凸で使ってた時間が2時間ぐらいなので、ちょっとね使いこなしているかどうか怪しいので、基本的にはね、なぎさんに無凸関係は教えてもらうって感じで。了解です。はい、それではまずはそんなフリーナの基本的な性能から。フリーナは水元素の片手剣キャラで、主な役割がサバタッカー兼サポーター。そしてこのキャラの元素スキルは銃撃を使うことで2種類の能力を切り替えることが可能となっていて、まずメインとなるのが3匹の召喚獣を出し継続的な水元素攻撃ができる設置型能力。こちらはパーティー全体の HP を 50% まで継続的に削る代わりに、追撃火力が最大 1.4倍まで強化されます。そしてもう一つの能力が、フィールドに出てるキャラの HP を回復できるヒール能力。さらに元素爆発を使うことで、パーティー全体の HP の増減に応じてパーティー全員に最大 75% のダメージバフを配るサポート能力まで持っています。このように設置型の追撃、自傷、サポート効果、回復能力と非常に豊富な能力を持ったキャラクターなんですが、その分弱点もしっかりある、少し特殊なキャラクターとなっているので、今回は詳しくじっくりと2人で話し合っていきましょう。はい、もうとにかくできることが多いキャラクターだね。あまりにも多彩、そんなキャラクターなんですが、じゃあまずは当初から何かありますか？そうですね、まあとにかくスキルの継続時間が長くて、爆発の継続時間が長いアタッカーとかと相性がいいっていうのが長所かなと思いますね。元素スキルがとにかく強い。まあ特に召喚獣を設置するのがすごく強力で、AI がねめちゃくちゃ優秀で、例えば敵が飛んでいたりしても一緒に敵についていって攻撃して、なんならダウンする敵はね、ちゃんとダウンさせたりとかするぐらい AI が優秀なので、めちゃくちゃ強いです。ちゃんとね、キャラクターに推理してくれるっていうのがマジで偉いですよね。本当にね、思ってた以上に AI が優秀すぎて、あと範囲もね広いから、なんか遠くの敵まで倒してしまうから、素材集めが移動多くて大変になるってのもあるぐらい、優秀すぎるスキルだね。やっぱね、ココミとか使ってると敵が移動した時とかにまた置き直さないといけないっていうのが面倒だったりするんだけど、フリーナの場合はキャラクターについてきてくれるし、スキル継続時間も30秒でめちゃくちゃ長い。回復に関しても回復はねついてこないんだけど、銃撃を切り替えればその場に再設置ができるから、実質ねついてくるのと同じぐらい回復性能も優秀。そうだね、回復力こそ低いけど、ちゃんとねここも置き直しができるっていうのは便利なところ、あとはシンプルにその追撃火力が高い。そうだね、思ってたより火力高かったね。元素反応とかなしでも平気で2万とかバンバン出してくれるから、その召喚獣の種類によって出せる火力っていうのが変わってくるんだけど、火力高いやつはねとにかく2万とか1万5000とか結構ねポンポン出してくれるんで。そうだね、なんかカニさんかな、クラバレッタっていう召喚獣かな、そいつがめちゃくちゃダメージ高いからね。その代わりに火力を出すためにはパーティー全体の HP を消費しないといけないっていうデメリット効果もあるんだけど、最大で1.4 倍になるってやばいよね。そうだね、めちゃくちゃ火力増えるから、それ考えたらやっぱねパーティーに全体ヒーラーは欲しくなるけど、入れるぐらいの価値があるぐらいの火力がね出ますね。そのために全体ヒーラーを入れるべきと言っても過言じゃないので、他に何かありますか？ついにフォンテーヌのね新キャラで劇団を使えるっていうのがやっぱ優秀なポイントかな、黄金の劇団ってめちゃくちゃ強い生物なので、最大でねダメージバフ 70% を稼げる生物なので、そう、楽団の2倍めちゃくちゃバフ漏れちゃうからやばいよね。非常に強力、もうそれのおかげで火力が高いと言っても過言じゃない。しかも元素爆発で自分自身にもバフを配れるので、杯部分に関してはフリーナは HP っていう選択肢が取れるぐらい、本当にダメージバフには困らないキャラクターなので、加えて言うとフリーナが入っているパーティーの杯は基本的にもうその火力参照のステータスにしちゃっていいぐらい優秀なバフにもなるから、基本ダメージバフでは困らないキャラクターということで生物が強い、はい。あとねこれはねあんまり話題に上がらんけど、探索がめちゃくちゃ便利、特にフォンテーヌで。もうめちゃくちゃ話題になってない？もう探索に関しては、でも実際、言われてる以上にもっと探索優秀って感じだね。まず水面を走れる、これはよく話題になってるんだけど、ある計2種類1人で使えるのイカれてない？結構ねえ、もうフリーナがいればフォンテーヌクリアできちゃうからね。フォンテーヌの探索において
においてフリーナがいるかいないかでギミックの解きやすさがもう段違いだし、しかも水中のスキルのクールタイムが短くなるっていう。地上ではある計2種類、水中ではスキルクールタイム短縮で、さらにコンテナは水が多いので、その水の上の移動でも便利ということで、まあ、さらにあの水中探索においてもう一つ優秀なポイントがあって、召喚獣出すじゃないですか、水面の上で。まず水面の上で召喚獣出した後にキャラチェンして潜って、で水中にいる敵と戦うと、なるほど、あの召喚した獣が一緒にね戦ってくれるんですよ。召喚獣に戦わせると、そう、しかも継続時間が長いから、なんか将軍のスキルとかと一緒に使うと、もうめちゃくちゃ強いね。お手軽に感電を起こしながらゴリゴリ敵を倒してくれるってわけですね。そう、さらにパーティーにね二突白術がいれば、もう水中で超開花ができるんでまあぜひ超開花おじさんにはねやってほしいなって思うんですけどね。水中での超開花か、夢があるな。いやー普通にできちゃいますよ俺白術無凸なんだよな。今ピックアップ中だから、もしかしたらこの期間中にしちゃう可能性もやばい、ただでさえフリーな監督したいのにまあまあまあ、おまけ的な要素だけどね、非常に探索が優秀な性能ですね、はい、フォンテーヌにおいては最強クラスの探索性能ということで、まあ、あと細かいところで言うと相性のいいキャラですね。これが今まで活躍しづらかったキャラと相性がいいです。確かにね、そうだね、うん、例えば何のキャラが、まあ、例えば話題になっているところで言うとリシアとか、はい、セノですね、うん、今までリシアはイエラン・ユクアキとかだと元素爆発で追撃が発生しなかったので蒸発が起こしづらかったんですけど、うん、フリーナの元素スキルは、ね、水元素付着面でも優秀な能力なんで、組み合わせることでリシア側で蒸発を起こすことができるっていう。なるほど。いや結構ねフリーナのおかげでめちゃくちゃパーティーの幅が広がってるキャラもいるの で、 そ、 で、ね、まあ、そこら辺はパーティーの編成、おすすめパーティー編成あたりで話していきますか。あと他に何かありますか。まあ、そうやね、シンプルに元素爆発のサポート効果がめちゃくちゃ強い。やばいよね、最大 75% ダメージバフ、うん、パーティー全体に配れるのいかれてるそうだね、そうパーティー全体っていうのがめちゃくちゃえぐくて、うん、まあ裏にいるキャラクターの火力もね上げてくれるっていうことだから、うん、まあできたら裏から火力出せるキャラをね詰め込んだパーティーにしたいっていうのも。フリーナイエランとかにするともうねその2人だけで敵が、うん、死んでいくからそうだね、もう一瞬でね敵が溶けていくから、まあ、その分ねもちろんダメージバフを発動させるためにはHP を増減させないといけないから、まあちょっと無凸だとサポート効果を実感するまでちょっと時間がかかりやすいっていうのはいますね、うん、その 75% を完全に生かすのはちょっと難しいんですけど、まあ、普通に 30% とかでもパーティー全体にダメを配れるだけでやばいからね、うん、総合的な火力一気に上がるからね、うん、などなどいろいろな長所があるキャラクターではあるんですが、その分、はい、短所もありますよということで、まあ、ありますね。じゃあまず一つ目何かありますか。まあ、個人的にいろんなことができる代わりに特化していないせいで、うん、ちょっとライバルがいたりしますね。そもそも水元素がねみんな強すぎるんだよね。いやそうそうそういやもうねいろんなパーティー試したんだよフリーナで、試すたんびにイエランがちらつくのよ火力面においてはなんかあれこれ、まあ、イエランで良くないかみたいな、ちょっと性能面だとなることもあったりするぐらい、まあ、特にね一突してるイエランだと爆発もめちゃくちゃ回りやすいし、武器を火力寄りにしても爆発を回りやすいから実質スキルみたいな感じで使えるっていうのがちょっとライバルとして強すぎるかな。そうだね、フリーナより手軽にダメバフも負けたりとか、ついでに追撃火力もね出したりっていうところがあるから、同じ追撃アタッカーでいろいろついてるユクアキとか水付着できてヒール能力も優秀なココミとか、これはねフリーナが悪いというより周りが強すぎる、うん、水元素のねキャラが強すぎるんだよなそもそももちろんフリーナもめちゃくちゃ強いんだけど、同じぐらいライバルもめちゃくちゃ強い。まあ、あともう一個、もうこれはね一番わかりやすいところで言うと自傷が痛い。確かに思ったより HP 減る速度早いよね。そうだからパーティーにちゃんとした全体回復ができるキャラが一人いないと、どうしてもねヒルの火力強化もそうだし、まあ、元素爆発のバフも生かしきれなくなっちゃうから、うん、ちょっとしたミニハウンドみたいな感じの自傷っていうかね侵食みたいな感じになるからね全体的に結構ゴリゴリね 50% まで削られちゃうから、それが痛いんだよな。まあ、全体ヒーラーがほぼ必須っていうのは、まあ、結構難しいところかな、うん、このキャラの。そうだね、逆に今後全体ヒーラーで優秀なねサポーターとかサブアタッカーとか実装されたら、一気にまた評価も上がりそう。それこそまだ育成できてる人も少ないけど、新星4キャラのシャルロットとかもねフリーナとめちゃくちゃ相性いいので、うん、そうだね、シャルロットめちゃくちゃ優秀なので、まあぜひ持ってる方はねフリーナと一緒に使ってほしいなと思います。
います。あと細かいところで言うと回復能力があまり強くない、火力寄りにしてるとそこまで回復はね多くないよね。まあそもそも召喚獣を切り替えてる時点でパーティーの DPS が落ちちゃうし、回復に関しては戦闘中以外で使う能力っていう印象かな現状だと。そうだね、基本的に使う場面がないよね。せっかくの回復効果なんだけど回復が単体だからちょっと使いづらいよね、うん、そうだね。まあ限定的だけど貫突フリーナなら使う場面が一瞬あるんですよね貫突すると回復効果にサポートがついてくると。そう、その回復してる最中のフリーナの通常攻撃普通に4万から8万ぐらい出るんでアタッカーになっちゃいますね。いや恐ろしいですね貫突は。恐ろしいです、やっぱり貫突で化けます。はい、それではお次はフリーナの突効果について。じゃあまずはおすすめ突が、まあ、ちょっと貫突は一旦除くとしてそれ以外でおすすめ何突ですか。そうですね、まあ、使い勝手もろもろ込みで考えたら2突がおすすめですね。2突やばいよね、うん、これ2突がえぐいねこれ。まずこのテンションが 3.5 倍増えるっていうのやばい。めちゃくちゃ強いね。これで一気にテンションがね、マックスまで行きやすくなるから。うん、で、しかも HP 上限も上がるので、実質火力強化もしてくれると、うん。そう。めちゃくちゃ強力です。この二突効果。この二突まで行って爆発を発動するだけで、パーティー全体の火力が一気に上がりやすくなる上に、もちろんフリーナの火力も上がって、さらにもう一個の追加効果で HP 上限があって、もう一段階火力が強化されるということで。そうだね。なんかこれがあると、時計部分をチャージにしてもいいんじゃないかなっていうぐらい優秀になりますね。しかもね、2突まで行ってるってことは1突してるので、フリーナのテンションが最大400ポイントまで。まあ一気にもうダメバフ 100% いっちゃいます。ダメバフ 100% パーティー全体に配れるの。やばいよね。今まで出てきたサポートキャラを凌駕する。武器のダメバフと生物のダメバフ、あと生物効果のダメバフ含めてもね、100ってなかなか届きにくいのに。ね、やばいね、これは。カズハで 40% 配ってやべえ、強すぎるって言ってたのに、その 2.5 倍だからね。100% はちょっとやりすぎだね、これは。フリーナ2突がめちゃくちゃ強いですね。そうだね、だから1突したらもう十分強いんだけど、さらに使い勝手がね考えるなら2突すると一気に幅も広がりますね。いや、そんな2突とモチーフ武器、おじさんはどっちを取るべきだと思いますか。あ、もう圧倒的に突の方がおすすめですねうん、もうそりゃそうです。いや、もちろん武器もめちゃくちゃ強いんだけど、はい、うん、武器強い。けどもう2突がやばいのよ。あと武器は割と替えが効く。そうだね、まあ代表的なところで言うと星4武器の中だと腐食の剣、鉄パイプ、はい、サンドル、めっちゃ強力。あとローガ、ローガに関しては機械に行ったら効果消えちゃうんですけど。そうですね、でもスキルのダメージバフについてはもう元々ついてるので、うん、回心率アップとスキルバフあるだけで十分です。まあなんで基本的にはこの3つ。 HP を維持できるなら黎明の神剣もまあ候補には入ってくるし、星5だと万眼結録もね強力です。確かに万眼は結構持ってる人も多いしね。うん、シンプルに回心率 44% と HP 20% 増やせるっていうのはね優秀なので、うん、フリーナとも相性いい。あとあれだ、聖剣の鍵。ああ、聖剣の鍵相性いい。聖剣の鍵めちゃくちゃ相性良くて、だいたい HP 盛るキャラじゃないですかフリーナって、うんうん、で聖剣の鍵って HP が多ければ多いほどパーティー全員に熟知を配ることができるので。ああ、蒸発編成とか超開花編成で輝きますねそれは。そう、だから普通のビルドでもだいたいパーティー全員に熟知、まあ僕の場合ですけど熟知200から250ぐらい。へえ、恐ろしいそう、強力なんですよね。そこに終焉とか他の熟知のバフの効果とか加わると一気に300から400ぐらいまでいくのでおすすめです。聖剣の鍵を持っていたらちょっとねニーローからフリーナに移して使ってみてください熟知が大切なパーティーの場合は聖剣の鍵、HP90% 以上維持できる場合は例年って感じで、編成によって持たせる武器を選んであげましょう。はい、ということでじゃあちょっとこれはね小林さんにぜひ聞きたいんですけど、実際貫突の使用感どうですか。え、最高ですよ貫突の使用感もうやばいですよ、パーティーの幅もう制限ないに等しいんで本来ねフリーナって事象があるのでパーティーに全体ヒーラーを入れないといけないんですけど、それが必要なくなると、はい、そうですね、召喚獣出した瞬間にね通常挟めばもうパーティー全員回復するので、召喚獣の追撃と加えてねパーティーも回復するっていう、まあ本来ねまあ、みんな思うと思うんだけど、はい、スキルの追撃と回復同時にあったらいいのになっていうのが叶います、うん、貫突で。なおかつアタッカーにもなってくれると。そうだね、回復する方の RK でスキル発動した後に殴ると、うん、めちゃくちゃフリーナの通常攻撃上がるので、まあ、好きな方でいろんなビルドに合わせた立ち回りができるので、まあ、貫突おすすめ度は個人的にかなり高いです。編成の幅が広がるっていうのがねやっぱ夢あるよね。普通にフリーナハイパーキャリーでもいけるし、うん、他のパーティーのね
おヒーラー役にもなれるし、マジでおすすめです。羨ましいです。まあ別にね、貫突は本当に趣味とか愛とかレベルなので、まあ、参考にはせずに、まあ、そうなんだぐらいに思ってもらえたらなと。貫突おすすめ度はかなり高いということで、はい、それではお次はそんなフリーナの武突おすすめパーティー編成、こちらについて話していきたいと思います。もうすでにね、いろいろフリーナの編成考えられてきてはいるんですが、まあ、代表的なところから順番に話していきましょうか。まあ、一番おそらくメジャーで使われてるのはリビレットフリーナ略術カズハのリビレットハイパーキャリーって言っていいのかな。そうですね、もうヌビレットのパーティーはこれが一番軽く出ますね、ただでさえヌビレットがさらに強くなってしまうと、うん、もう倒す敵いないんだよな、そもそもラステンも余裕でクリアできるのに何を倒すんだっていうようなパーティーになっちゃってます、まあ、特にね、今回フリーナが実装されたことで白術の評価がめちゃくちゃ上がりましたね。そうだね、白術がね、もう全体回復もできちゃうの、やっぱおかしいよ。スキルで全体回復なのがね、あまりにもフリーナ対象がいい。そうだね、手軽に回復できちゃうのが本当にまずいっす。だ基本的にもフリーナが入るパーティーって白術もねいるよねっていうぐらい、白術フリーナはめちゃくちゃ相性いいので、今回の同時ピックアップに合わせてぜひ一緒に引いてあげてください。いや運営も狙ってるな、この同時ピックアップは。うーん、一緒に使えよっていう他に何かおすすめの編成ありますか。あ、そうですね、個人的に一番一気に効果上がったなって思ったのはリシアパーティーですかね。おリシアベネットカズハフリーナっていう、まあ蒸発パーティーなんですけ ど、まあ、基本的にあのカズハの爆発が溜まってるか溜まってないかで蒸発する側が変わるって感じで、はいはいはい、カズハの爆発があるときはフリーナ側で、まあ、スキルの追撃でね基本的に炎拡散するんで、カズハの爆発は、うん、なのでフリーナの火力がめちゃくちゃ上がるし、逆にカズハの爆発が溜まっていないときはリシア側でねめちゃくちゃ爆発で火力を出せるっていう、まあ、どっちにもメリットがある強力なパーティーです。今までねリシアの爆発って床キエランが追撃発生してくれなかったからうまく蒸発を出せる編成が少なかったんだけど、今回のフリーナ実装でスキルでねペッチ型の水追撃が来てくれたので、かなりアタッカーディシャは使いやすくなりましたね。銃撃とか爆発アタッカーにはめちゃくちゃ嬉しいフリーナ。あとね、個人的に一つ超おすすめな編成が7フリーナナヒーラシノブの超開花編成ですね。出た。ただ超開花の中ならそれ本当に僕もめっちゃ評価しててめっちゃ強いっすね。それ一見ねネタに見えるんですけど、うん、なんだそのパーティーって見えるよな、うん、Twitter の方で、ね、動画も上げたんですけど、実は超強いです。7がメインで殴るパーティーだよね、はい、それって、うん、7がメインで殴ってパーティー全体を回復しつつフリーナの追撃、ナヒーラの追撃、シノブの超開花の追撃、この3つの火力を軸にね火力を出していく編成ですね。これ本当にいやよくひらめいたなって思いましたね7の全体回復がマジで偉いんだよね。これ盲点だった人多いと思うな。全体回復ヒーラー選択するときにね、大体ジンとか略術ってなるけど、爆発を使わなくてもスキルで全体回復ができるし、しかもねフリーナの爆発でフリーナ自身の追撃もそうだし、ナヒーラの追撃の火力も上げてくれるから、そこも相性がいい、うんうん、そうだね、これめっちゃおすすめです。あと個人的に7の枠をバーバラにして、うんうんうん、でバーバラにファントムハンターとリオセスリのモチーフ武器を装備させたバージョンもおすすめです。アタッカーバーバラ軸ですね。そうだね、まあ、7とやることは同じだけど、うん、水共鳴が起きるのでフリーナの火力も上がるしって感じで、バーバラの場合は水共鳴が起きて、7の場合は凍結が起きるので、うん、まあ、どっちにも強みがあるのでぜひ試してみてください。他に何かありますか。まあ、個人的に岩パーが結構熱くて、なるほど、まあでもいいんですけど、個人的にノエルがめちゃくちゃいいなと思ってます。まあノエルもね全体回復ですからね。そうだね、個人的に使って強いなって思ったのがノエル運金で、水元素側がギエランフリーナ、まあ水ノエルって言われてるやつですね。非常に強力です。ノエルがアタッカーかつヒーラーっていう少し特殊なキャラクターだからこその、まあ唯一じゃない、もう回復しながらめちゃくちゃ火力も出せるアタッカーって、うん、そこはね今回ノエルとフリーナはかなり相性いいなって感じましたね。なのでぜひノエラーの方はフリーナも一緒に、うん、使ってほしいなと。もちろんイットパーティーにもね、イットゴロー勝利でフリーナで使っても全然強いので、ちょっと全体回復がいないけど、まあ、そこはね貫突勝利のまあシールドの回復とか、まあ、ゴロー4突の回復とか使いながらやっていけばいいんじゃないかなって思います。貫突フリーナの回復とかもね、はい、あそうそう、まあもちろん僕の場合はねもう貫突フリーナの回復あるんで全然もう問題ないんですけど、はい、ちょっとイットの場合は貫突キャラが何体か必要かなまあそうだね、まあ、主にフリーナかなって感じかな、まあ、あとは話題になってるところで言うと、セノフリーナナヒーラ薬術の超開花性能だったり、まあココミ、うんうん、ヒエランフリーナカズハの水元素特化のモノハイドル編成だったり、リオセスリフリーナ進化プラスヒーラーを組み合わせた凍結編成だったり、意外とねなんか開拓されてきてフリーナの強いパーティー多いんだよね。やっぱなんだかんだ爆発で全体にアフ負けるの強すぎるからね。そう、水付着もそうだしね、うん、今まだね発見されてないだけで、うん、本当にいろんなパーティーがあるはずだから、これからもどんどん開拓されていくと思うし、まあ、フォンテーヌキャラがね、うん、追加されれば
されるほどこのキャラはどんどん強くなっていくタイプのキャラクターだと思うので、間違いないね、そこはもう、正直今のうちに引いとけっていうのはあるかもしれない。はい、いやそうっすね、もしくは神様なんで復刻が割と早めだと思うから次の復刻を待つっていうのも選択肢としてはありかな。そうだね、さっきあのフリーナの二突か武器かみたいなのあったじゃない、その武器じゃなくて白術二突かフリーナ二突かっていう人もいると思うんですよ。あー、なるほど。個人的には白術二突の方がおすすめなので、うんうんうん、まあ、ぜひね今回また次白術初めての復刻だったから割と早いペースで来たけど、2回目の復刻って本当に遅いので、うん、なんか今回白術二突できる人は二突して、で次、まあ、バージョン 4.5 か 4.6 ぐらいにフリーナがね、うん、また復刻されると思うので、その時にフリーナ二突するのもいいんじゃないかなと。あえてね先を読んで突を選ぶっていうのもありかもしれないですね、うん、まあ、ということでね、まあ、フリーナ実は相性のいい編成は多いんですけど、まあ、ちょっとね、はい、今までの強パーティーに入るキャラって感じじゃないから、そこがねちょっと過去一評価が難しいキャラクターかなと思います。いやそうだよね、これも解説動画出す人本当に迷ってると思うよ、どういう評価にするか、うどういうパーティーを紹介するかみたいな。今までのキャラの中でも特に評価が分かれるキャラクターだと思うのでちょっと難しいんですけど、まあ、一応ガチャ確保優先度話していきましょうか、まあ、一応今回ね S プラスから B マイナスまで、まあ、ざっくりとした指標を出してきたんですけど、この中だとフリーナはどこら辺に入ると思いますか。まあそのラインナップなら S マイナスぐらいですかね。これはもちろん無凸の話なんですけど、まあ、同じく S マイナスだと思います。そうだね、なんでやっぱ無凸だとやっぱ使ってて思ったんですけど、うん、バフの実感のしにくさっていうのがありますね、うんうんうん、全体回復入れたら一応実感は感じるけど、それでもやっぱもうちょいバフがあった方がみたいなのも感じちゃうので、まあね、それもあるし、やっぱ自傷も痛いしで、うん、ちょっとね癖が強いキャラクターなので、ね、使いこなすのが難しい、うん、まあ、そこだったりあとは探索面だったりいろいろ加味して強いんだけど強いキャラの中では弱い方って感じかな。まさに S ランクの中なら下の方って感じになっちゃうよね、現状は。現状はね、あでも S 入ってる時点で相当強いキャラなのは間違いないから、うん、間違いない。とりあえず引いて間違いないのは確かなんで、うん、本当に優秀ですフリーナは。正直 S ランクに入ってるキャラクターは全員確保しとけって言っていいと思う。 S の連中が強すぎる本当に、うん、S 隊はマジで全員引きましょう。こんぐらい性能面でおすすめです、うん、まあ人によってねかなり評価分かれるキャラクターだと思うんですが、一応現状の評価はそんな感じとなっております、うん、ということで、今回はフリーナのぶっちゃけ評価、こちらを YG さんと一緒に話していきました。まあ、ぜひね育成だったり凸をする際ガチャを引く際などの参考にしてみてください。それでは今回遊びに来ていただいた YG さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらからチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。